本日のゲストは画家でアーティストの鈴木司さんです。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。鈴木さん、後ろに映っているのは鈴木さんの作品ですよね。はい、そうです。虎の絵です。すごいカラフルで素敵な絵ですね。ありがとうございます。鈴木さんはこのような画家としての活動の他に、絵を通じてアフリカの子どもたちを支援されているということなんですけれども、具体的にどのような活動をされているんですか？はい、僕が過去5年暮らしたルワンダ、アフリカのルワンダというところで子どもたちの絵の描き方を教えて、はい、優秀な作品を数千で自分で買い取って、でその作品を日本で売るという、僕のクライアントさんたちに売るという、活動をしております。その作品を売った資金でまた子どもたちを支援するというこの循環ができているということなんですね。はい、そうです。その活動を始めるきっかけ、原点って何だったんでしょうか？はい、もともと過去ルワンダ、2011年から、5年間いたんですけど、その時は洋裁の先生とか、ファッションデザイン関係のボランティアで活動していたんですね。で、でもその際に紆余曲折があって、なんか帰国後画家に転身して、でアートを売るという新たな可能性に目覚めて、こういったことはなんかアフリカこそ、あるべきなんかこう経済的な価値観なんじゃないかなと思って、そのチャレンジに至ったということですね。はい、そのアフリカこその経済的価値観なんですけれども、今ルワンダの子どもたちの経済状況というのはやはり大変なんですか？やっぱり大変だと思いますね。やっぱりロックダウンもちょっと厳しいですし、今は一応徐々に再開はしているんですが、やはりあとはなんかやっぱりビジネスもやっぱりそんなに元に戻るということはないですし、もともとやっぱり経済的に厳しい人たちですから、僕としては今までと変わらず彼らの支えになるような活動をやっていけたらいいかなと思っております。その中で今鈴木さんが一番重点を置いていることは何でしょうか？そうですね、なんかそのアートの持つエネルギーっていうのを、こういったなんかこうアートっていうそのもののエネルギー、それをなんかルワンダ人にも、もちろん日本人、それを見て日本人にも感じてもらうために、なんかそしてなんかクリエイティブな経済感覚を持つことで人生の可能性を広げるきっかけとして、この活動があるんだっていうことを、一番重要なポイントとして活動しております。先ほどからこれですね、子どもたちの絵が今映っていますけれども、鈴木さんがご指導してこのようなカラフルな色使いになったんでしょうか？それは結構両方あって、やっぱもともと彼らもなんかそのカラフルな感性を持っていたっていうのも、もちろん環境、アフリカという関係の中であるんですけど、単純にやり方を言うと、その自分が彼らの前で5分6分ぐらいで、こうやってこういう絵をカラフルな絵をバーって描いてって、でそれを見て、何かこう感じるものがあったかいっていうことで、思うままに描いてごらんっていうことで、もう本当にやり投げして、で、そのテーブルの上に、いろんな色とりどりの絵の具が、置いてあって、好きなように使っていいよっていうことで、そしたらものすごく思い切りのいい絵がどんどん勝手に彼らの感性で仕上がっていったっていう感じですね。すごい、なんかこう人物を描くのにピンクとかオレンジとか使っていて、本当におしゃれなんですが、子どもたちのこの感性から鈴木さんが影響を受けることもあるんでしょうか？やっぱりそうですね、やっぱり彼らなんかものすごい迷いがなくて、ものすごい思いっきり色をバーって使うんですね。それをこう殴るように描いたり、なんかこうすごいなんかエネルギーたっぷりに描いたり、すごいエネルギーですね。そうなんです。エネルギーすごい感じて、僕も日本でこうライブペイント3時間で大きな作品を描き上げるっていう活動をしてるんですけど、その際にもその彼らのこうエネルギー感あふれるこう描き方とかはすごい影響されて、自分も活かしてやったり。このような活動を通して鈴木さん、どのような未来を描いてらっしゃるんですか？そうですね、なんかその
アートのエネルギーって、こういったエネルギーって、世界中の人種や国境を軽々ともう本当に簡単に超えて、経済や社会を上手になんか、うまくやれば連携できると思うんですね。でなんか そしてたくさんの人に豊かな人生を環境感性を提供できれば、あらゆる社会問題はそれと同時に解決できると僕は信じています。でそれを証明するためにまずはアフリカの子どもたちにアートを通じた夢のような成功っていうのものを、プロデュースして、でそれを世界中の人々に見てもらうと、でそのいろんな人々に、世界でもいっぱい悩みを抱えている人がたくさんいると思うので、どんな環境下の中で自分でもこんな風に生きれるかもしれないっていう希望みたいなものを示していけれたらいいなと思って。今のコロナ禍だからこそよりこのような活動が重要になっていきそうですね。はい、この後も詳しくお話伺っていきます。よろしくお願いいたします。お願いします。社会課題をポジティブに解決するためのヒントをゲストに伺うオピニオンズ。今日の話題はこちらです。世界で2400万人コロナで退学の危機。ユニセフ国連児童基金は先月15日の会見で、新型コロナウイルスの流行が始まって9ヶ月が経った今も世界51カ国でおよそ8億7200万人の子どもたちが登校を再開できていないと明らかにしました。これは世界の児童や生徒のおよそ半数に当たるといい、このまま学校に通えない状況が長引けば、およそ2400万人がそのまま学校を中退する恐れがあるとしています。このような状況について、ルワンダで絵を通じて子どもの教育支援に携わる鈴木さんにご意見を伺います。まずはキーワードお願いします。はい、僕のキーワードは、はい、自立するために自分の価値を作り出せということですね。で僕はなんか日本で、日本幼少期はもちろん日本で暮らせたんですが、その学校の授業や生活で多くのことを、そこで学んだんですけど、これはいわゆるなんか知識とか知性の領域だと思っていて、主に僕が、アーティストという、仕事に携わってその社会の中で生きていく中で、この社会に価値のある一人の人間としてあるためにはなんか知恵っていうものが必要なんじゃないかなっていうことにすごく重要なことの一つとして気づいたんですね。でこのなんか知恵っていうのは学校で学ぶというものよりかはその普段の生活から生きていくためになんか学ぶもの、つまりなんか生活の的な思考領域の拡張というか、とにかく効果をどんどんしていくっていうか、そういった考えの中 でその自分の生活を深掘りして、で価値を生み出す方法を見出していくっていう能力が、なんていうか知恵っていうものの一部なんじゃないかなと思っております。で、それで、その価値っていうものを評価してもらうためには、やっぱり他者との関わりっていうのがどうしても必要になってくる。で、その価値を、その他者に価値をしてもらう、評価をしてもらえれば、これがまた社会的な価値になって、生き抜くためのヒントっていうものになっていくと、そういう考えを持っていて、あとはその生き抜くためのヒントっていうのが生まれたときに、それを育て上げて、価値をどんどん上げていくっていうことで、人生が豊かになるっていうものをすごく自分がアーティストとして生きていく中で見つけたんですよね。で要は、まずは自分を知って、他者と関わって、自分の得意とするものの評価を得る努力っていうのを、普通にもうみんなが本気になって始めるべき時代が来たんだなと僕は感じていて、ということで、つまりその例えじゃあ僕が何が言いたいかというと、学校に行けなくても、生き抜く知恵っていうのをその自らの生活、その自分の取り巻いている生活空間から何か見出す努力っていうのを諦めないでどん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 探してほしいなと思います。だからこそ僕はそれと、いろんなきっかけから出会って、生きていくっていうことの中で、アートっていうことを選んで、で、それを価値にするっていう道を選んだっていう、そういう経験からそう思ってます。今ね、本当に世界中で学校に行けなくて辛い子どもたちが多い中で、今の鈴木さんの言葉で、救われる子たちも多いんじゃないかなって思うんですけれども。ありがとうございます。大人たちも今元気をもらえるんじゃないかなって思いました。
あ、ありがとうございます。でも本当にそうだと思っていて、やっぱなんか絵を描くだけで、まあ、お金が稼げたり生きていけたりするんだっていうのはすごくこれからの社会でめちゃくちゃ重要なんじゃないかなっていう、すごくみんな難しい、生きていくって難しいなっていうなんか状態に今あると思うんで、まあ、もちろん画家として生きることも、まあ、ある程度大変ですけど、まあ、それでも何かこうずっと描くだけで価値が生まれるっていう希望っていうか、まあ、そういうものがあることっていうのが、まあ、これからの社会の、まあ、ある種いいことなんじゃないかなと思ってます。以上、オピニオンズでした。ゲストが一押しのソーシャルグッド、アイデアグッドなものやことをご紹介いただくレコメンド。鈴木さんの一押しはこちら。レコメンド、ガーナのモリンガ。鈴木さん、ガーナはわかるんですが、モリンガって聞いたことはあるんですが、どんなものなんでしょうか。なんかあの日本だとわさびの木って言った方が分かる方も結構多いみたいですね。で、あのこれはなんか東南アジアからアフリカにかけて広く自生していて、あの食用に用いられたりとか、まあ、油を抽出したりとか、染料にしたりと様々な、使われ方をしています。でも近年はなんか美容健康の面からもすごく注目が集まっている、あの、まあ、モリンガっていうものが、まあ、ありますね。はい。あのガーナのモリンガはどこが特別なんですか。はい、まあ、そこがポイントなんですけど、まあ、実はその、まあ、あの僕がちょっとして日本人で、このモリンガをガーナで栽培から商品化まで一貫して現地で行っている方がいるんですね。でその方が大山千春さんという方なんですけど、現地でそのガーナ人と会社を立ち上げて、ジュジュボディというブランドで、あの、まあ、商品化を、はい、していらっしゃいます。で、もちろ ん, なんかこれをなんか現地の人からサクセスするとか、なんかこうそういう形ではなくて、現地の人たちと一緒に、本当に商品化とか、そのパッケージデザインとか、サイトの作るのも全員ガーナ人でされているんですね。でそのなんか素晴らしい現地の人たちとのなんかコミュニケーション取るところとマネージメント能力とか、まあ、そういったことが本当に、まあ、5年暮らして自分もいっぱい苦労してもう分かったことですけど、まあ、実際すごい、なんていうかな、素晴らしいことだなと思ってます。はい、現地で実際に雇用を生み出しているっていうことですよね。そうですね、はい、あの本当にすごいです。はい、すみません、どうぞ鈴木さん。鈴木さん、あ、いや、なんか素晴らしいなと、はい、ごめんなさい、いや、なんか素晴らしいなと思っていて、だから、なんだろうな、まあ、そういった、なんかこう、ガーナで、本当にガーナ人たちで作っているものが、日本の本当に結構、なんというか、まあ、安くはない、あの本当に質の高い美容健康のものとしてなんかこう評価されていってる。そういった努力もその大山千春さんという方が、まあ、率先して行っているっていう点で、まあ、本当に素晴らしいことだなと。だやっぱりガーナとか、まあ、アフリカのものってすごく質がそんなになんか高くはないみたいなイメージがどうしてもついちゃうんですけど、ここの商品は本当に質の高いいいものを、まあ、ここまで作り上げたっていう、あの大山千春さんは素晴らしいなと。わかりました。以上レコメンドでした。鈴木さん、コロナの影響で鈴木さんの身の回りではどんな変化がありますか。まあ、僕のなんかアート活動もかえってそのアートをこう求める方が多くなって、あのすごくあの自分としては活動は全然なんていうかあんまり悪い影響は受けてなくて、まあ、むしろこれまで以上にクライアントさんといろいろリモートとかであのコミュニケーション取りやすくなったなっていうのがありますね。はい、あの先日、はい、ルワンダの子どもたちともリモートでやり取りされてましたよね。はい、そういったイベントをあの日本の親子 と,、ルワンダの子どもたちのなんかリモートワークショップみたいなことを、まあ、実験的に取り組んでみて、まあ、その中で自分もその場でリモートで買い付けもするんですけど、その中でその、日本側の、まあ、親御さんがその絵私も買いたいですとか、その場でその向こうで仕上がった絵を買うっていう
ことも起きて、あ、これは素晴らしい、イベントになるかもなということで、まあ、今後もちょっと本格的にやっていくためにちょっと進めていこうと思います。リモートきっかけでどんどんこう輪が広がりそうですね。はい、すごく自分も楽しみにしてます。はい、日テレニュース24ザソーシャル、今日は画家でアーティストの鈴木司さんにリモートでご出演いただきました。鈴木さん、ありがとうございました。ありがとうございました。それでは失礼いたします。